まず弓、狩人の道です。で、この武器は良いかと言われたら微妙そう。ひなり専用武器だよな。12秒に1回銃撃が当たったらエンドレスハンツ状態になって、で、エンドレスハンツ状態になったら銃撃が12回までダメージがアップするみたい。10秒以内に12回銃撃撃てるキャラなんて、ひなりしかおらんくない？ひなりってなんか弓や銃撃2段チャージできて、パーって言ったら、なんか削弾したらね、3つか4つくらいに弾が分裂してさ、またそれでも銃撃ダメージ入ると思うんですけど、元素スキル使ったら3回まで銃撃が溜めなくてもね、2段チャージになるっていう効果もあるから、無理じゃない？だって10秒で弓矢キャラ、銃撃12回撃つだったら無理ゲーだから、ほぼティナリ専用武器だね。ティナリ以外が使ったら弱そうだけどな、正直。って感じですね。はい。やっぱり銃撃使うんだったらカーンはアモスだと思うし、そんな感じかな。まあ、銃撃型タルタリアとかちょっとやってみたいけどね、カリウドが見出せて。なんかカジキマグロの弓矢です。攻撃力510。原茶 45.9 スキル使うと海流効果が付与され、攻撃が敵に命中した時 80% 分の範囲ダメージ、白ダメージが15秒後または3回範囲ダメージ発動後クリアされる。2秒に1回発動でき12秒に1回海流効果が発動して 80% の白ダメージを3回与えたら終わりってこと？弱っ。何この武器、ゴミじゃん。貫突したとして効果2倍になっても 480% か。2秒に1回だからね。機械から発動できるって書いてねえな。弱っ。だってこれ、バージョン 2.7 の双眼鏡面で配布された落下の方が100倍強いよ、こんな武器より。うわー。まあ、やっぱなんか、お魚系の武器はネタ武器なのかな。あ、これ釣り協会でもらえる武器な。あ、ほんまや、釣り協会でもらえるって書いてあるわ。稲妻の釣り協会でもらえる漁獲があんな優秀な武器なのに。かわいそすぎるな。へー。弱そうやな。いいです。弓。王の禁止。基礎攻撃力454。454なん嫌だね。攻撃力パーセンテージ 55.1%。元素スキルまたは爆発を使うと12秒間の森の教えを獲得し、熟知60。この効果はキャラクター切り替える、キャラ出しっぱにしてなきゃダメなのね。教え効果の継続時間終了またはクリア時に近くの敵機体に攻撃力の 100% 分のダメージを与える。弱っ。この武器も弱くない？マジで？これもまた結局 2.7 で配布された基礎攻撃力565の原茶が上がってダメージバフが伸びる落下が優秀すぎるから、あっち貫突で配布されてるしね。いや、落下でええやん。そもそも熟知が上がる効果と攻撃力が上がる効果ってミスマッチだからね。あ、弱いですね。うん。メールで追加される武器は2つとも。星5はまあ、ティナリ専用かなって感じするけど。なるほど。次、両手剣、森林のレガリア。名前めっちゃかっこいい。基礎攻撃力565。えらっ。原茶 30.6%。 まあ許せるな。燃焼原撃か超撃か開花超開花烈開花を起こすと、草元素関連反応を起こすとキャラクターの周囲に10秒間継続する有意識の歯を生成する。歯を拾ったキャラクターは熟知60、継続時間12秒。20秒に1回草元素関連の元素反応を起こすと、チャンリンのグオーパーが起こす唐辛子みたいな感じでなんか落ちて、それ拾うと熟知60上がるな。悪くはないけど、まあ強くはないわな。基礎攻撃力565で原茶 30.6% 上がる武器って、まあ、強いのが祭礼の両手剣があるじゃん。で、祭礼の両手剣はさ、まあ、スキルでリセットでもう一回使えるよっていうやべえ効果だから、そっちの方が強いよね、どう考えても。まあでもサポート武器としての立場もワンチャンあるし、まあ悪くはないけど、まあまあまあ、まあ、正直終焉指で熟知パーン200とか配れちゃうから、終焉指でいいしね。熟知配る効果の武器60じゃな。まあ星4だからしゃあないか、半蔵武器だしね。さっき見てきたこのカジキの弓とか王の禁止に比べたらまだマシです。はい、次、盾剣原木刀、速攻撃力565。やばっ。いや、後悔、まだ知らないけど。基礎攻撃力565、原茶 30.6% の武器？嘘やん。え、ベネットめっちゃ強化やん。え、やば。え、今まで基礎攻撃力565を欲しかったら、ザンザンの刃とかいう物理ダメージバフが上がる武器とか、片手剣使うしかなかったんけど、ベネットは。でも、ベネット物理バフいらんからね。原茶欲しくてね。高い基礎攻撃力565と原茶 30.6%。皆さんベネット使いましょう。これ強いわ。いや、もうここしか見てない。え、これは？あ、効果全く一緒じゃん、両手剣と。あ、最高やん。ベネットに持たせて基礎攻撃力565高くて、原茶もベネットで回りの、しかもサポート効果ですか、熟知が配れる。え、最高やん。え、最強やん。うわうわえ、ガチ片手剣じゃん。ゴミゴミ、神じゃん。何この落差。パンパな。え、最高やね。サポーター用の、まあ、運用になるベネット、神みたいなマッチしてるな。最高じゃない。すげえ。片手剣だけガチか、今んとこ。後期は？これ、満月の実。攻撃力510、原茶 45.9%。微妙。普通やな。元素反応を起こすと、漢字読めねえ。
なんとか巨効果を獲得する。元素熟知24。攻撃力マイナス 5% 下がってんじゃん。その分効果がでかいのかな。あ、熟知120上がるの。5層まで。元素反応を起こすたびに熟知が24ずつ上がり、マックス120上がるのか。で、0.3 秒期に獲得できる。元素反応を起こさないでいると6秒ごとに1層を失う。待機中のキャラクターも発動できる。これ強くね？熟知が120、貫突だったら240上がるから、あ、スクロース用か。どう考えても。スクロースが今まで使う砲機って何だったっけ？祭礼の断片とかか。別に祭礼の断片でもいいからな。むずいな。え、でもまともじゃね？うん。まあ割とまともな効果だな。熟知めっちゃ上がるのは。祭礼の砲機があれば別に祭礼でいいし。まあ熟知120じゃん、この武器。せりなく5まで上げれば240だけど、まあわざわざそれに砲機の原型5個使うかと言われればな。だって、北陸砲機の原型って基本緊迫施策に使うくね。あー、悪くないな。まだまともだね。まあぶっちぎりで片手剣が強くて。まあ次にまともかな。緩和するかどうかは怪しいな。って感じ。まあ、スクロースは熟知あればあるほどね、味方に配れる熟知の量も増えるし、熟知上がれば拡散とかも強くなるし、まあ、現茶が上がるからな、スクロースの爆発も回せるしな。スパイ優秀。あ、北陸の原型じゃないの？北陸じゃなくて中央大陸の原型だぞ。あ、そうなん？この王の禁止とか、レガリアとか、神武器原木刀とか、全部あれなん？中央大陸の原型。モンド、リーウェイ、稲妻は北陸の原型だけど、中央大陸の原型になるんだね、これ。この武器たちは。じゃあ別に全然作っていいじゃん。緊迫施策との比較にもならんし。まあ悪くはないけど、サイレンの断片でもいいのかなって感じはするな、正直。ラスト、ムーンピアッサー。強い。名前めっちゃかっこいいし、すげえエスピナス武器っぽくてちょっと好きなんだけど、これ。パー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 パララー。基礎攻撃力565、熟知110。熟知か。燃焼反応を起こすとか、多元素関連反応を起こすと、なんか名前変わったな。由意識の歯とかいう効果だったのが、蘇生の歯に変わってるわ。蘇生の歯を拾うとキャラクターの攻撃力プラス 16%。継続時間に読みよう。あ、悪くなくね？悪くはないな。なるほどね。要はサポート武器か。だから、ムーンピアサー使って、なんか草元素キャラとかにムーンピアサーつけて、なんかちょろっと葉っぱを落として、その葉っぱを拾ったキャラクターは攻撃力が 32% 上がるのね、貫突で。あ、でも発動条件もあるしな。まあ悪くはないな。サポート武器だしな。シャンリン。シャンリンはぶっちゃけ、原茶がカツカツだから、やっぱり清風とか漁獲とか、草薙の稲光欲しくね。星4の槍だったら清風が優秀すぎて、結局ムーンピアサー使うかって言われたら怪しいけど、サポート効果なのは悪くないね。草元素の槍キャラって誰がいるんだ？問題はこのムーンピアサー使う槍キャラ、草元素の槍キャラって誰がおるねん問題だな。アルハイゼン片手剣確定でしょ？ねえ、ティナリ、これ弓でしょ。ラヒーダ槍ナヒーダ多分放棄だよな。スネールだから。知恵の国で。ナヒーダ槍だったらちょっとテンション上がるけどな。わかんねえな。とりあえずまあ、ぶっちぎりで片手剣原木刀が神だから、ベネットっていう原神で一番強いキャラクター、もう星5通り越して最強のキャラクターベネットに、まあ、この上なく合うから、中央大陸の原型片手剣が来たら大当たりか。もう間違いなく作っていいし、せれなく5まで上げちゃってもいいな、別に熟知120上がる。ベネットの爆発の攻撃力バフの量が増えるわ。ベネットの爆発の回転が良くなるわ。で、さらに熟知120渡せるわでしょ。熱すぎだな。強すぎる。セノにムーンピアサー。ああ、まあ別に草元素に持たせる必要は確かにないからね。まあ、草キャラと、セノに持たせて。セノ熟知使い創設出てるから、なんか生物のさ、金メッキ4セットがセノって言われてるじゃん。バージョン 3.1 でセノが追加されるし、ピンメッキーがセノと相性いい説も、なんか結構信憑性あると思うから、セノムーンピアサーは草キャラと組ませるなら全然ありかもしれん。熟知使えそうだし。とりあえずざっと武器の評価したけど、まあ、片手剣がやばい。まあ、サポート武器があれば基本まともだから、まあ、レガリア、まとも、暗熱の実はめっちゃ熟知上がるからまだ許せるか。ムーンピアサーもまだまあまあまあ、個別の差別化はできるよね。王の禁止は、これさ、熟知上がるのってこの武器持ったキャラだけだよな。攻撃力を上げるんだったらアタッカーじゃん。熟知上がるんだったら元素反応軸じゃん。いや、両立しないよ、これは。ゴミだな、マジ。はい、こんな感じです。